それからですね、今度後ろから入りますね。今度また三歩は絡まれても大丈夫だ。足を引き上げたらですね、ちょっとね、乗り継ぎとかするとね、一回こう、お尻とか下がって、角度もね、直角じゃないですね。それから今度は、これを巻きつけますね。直角です、そこで巻きつけます。巻きつけたら、手をついて、今度、伸ばす足をこっちじゃなくて、だけどね、こっちは先の方向ですよね。そうすると骨に骨に直接つまりますので、今はさっきやったここじゃなくてこのこっちが決めてるので、そこを意識します。この骨のところですね。それがまあ2つ終わりました。発作をしました。今度は全部自分の体重がかかるので、これでも決まります。ちょっとマッスルすると、ほら痛くゆっくりやってますから。